はい、どうも、くるりと申します。夜明けの猫使い実況パート6始めていきたいと思います。ねえ、前回の更新からどのぐらいかな、まあ、2週間くらい空いてしまっているかもしれないんですけども、まあちょっとね、職業柄結構不規則な仕事をしているので、急に忙しくなったりだとか暇になったりだとかね、する職業なので、まあこれからもね、3日に1回更新したいとは言っているんですけども、まあ1週間空いてしまったりだとか1ヶ月空いてしまったりだとか、まあさすがに1年とか2ヶ月とかは空かないとは思うんですけども、まあそういう時があるかもしれないんですけど、まあね、こんなやつでもちゃんと仕事やってるんだなみたいな感じに思っていただけると嬉しいです。で、前回はね、ティグルの沿道を回収したので、今回からルカの話を見ていきたいと思うんですけども、この選択肢でね、確かこのソルシエール認定試験の実技課題の内容がね、恋の妙薬か怪異の生物錬成だったんですけども、まあね、前回は怪異な生物を錬成するを選択したらティグルの話が見れたので、今回はね、恋の妙薬を作っていきたいと思います。まあそしたら多分ルカの話になるんだとは思うんだよね。うん、っていうか、まあ恋の妙薬って何なんだろうね。惚れ薬とかなのかな。ちょっと怪しい雰囲気するよね。うん、まあじゃあ早速選択していきたいと思います。はい、妙薬と言ったらルカだよね。薬学と言ったらルカのお箱。即決した私はルカの元へと向かった。まずは恋の妙薬について調べないとだよね。図書館に行こうかな。課題のパートナーに選んだことも伝えようと、私はルカに声をかけた。ルカ。なんだ。ほう、ティグルと違ってルカは短毛の猫ちゃんなんだね。ねえ、ルカの尻尾めっちゃ触りたいけど、きっと触ったら怒られるよね。1週間後の試験の課題が出たの。図書館に行こうと思うんだけど。それでね、ルカに手伝ってほしいなって。学校の授業の準備で忙しいかな。そういえばルカが教師になってから2人で出歩いたりすることがめっきり減った気がする。まあ先生って忙しいよね、普通に考えて。いいけど、ただし自分で調べろよ。僕に頼ってばかりじゃ当日失敗するぞ。分かってるよ。そうだ、帰りにケーキ買って帰ろう。立ち上がったと思った瞬間、ルカの姿が人型に変化する。そういえばルカはもともと人型なんだよね。チェシャ猫族のルカはもともと人型の魔族。ってことは猫の姿が本来の姿ではないのか。うん、だからなのか、ルカの好物は魚や肉ではなく甘いもの。ケーキという単語に満足げに尻尾が大きく揺れるのを見て、私の方も揺るんだ。なるほどね、ルカはケーキが好きなのか。ちょっと可愛いよね。わあ、こんなに種類があるんだね。驚く私をよそに、ルカが何か呪文をつぶやくと、
図書館中から膨大な数の魔術書の数々がテーブルの上に集まってくる。やっぱりルカってすごいよね。確かティグルは手で探してたもんね。なるほどね。その本の多さに私はびっくりしてしまう。ああ、さまざまなソルシエールやソルシエがこの分野の研究をしているからな。世の中にはさまざまな妙薬があるが、この分野はいつの世も一攫千金が狙える魅力的なものだ。そうか。そっか。適当な魔術書を手に取り、パラパラとめくってみる。どれがいいかな。ワインとハーブ、鳩の心臓、ウサギの腎臓。鳩の心臓とウサギの腎臓は全然穏やかじゃないよね。こういうのって売ってるのかな、それとも自らイネスちゃんが取りに行かなきゃいけないのかな。ねえ、おどろおどろしい材料にごくりと生唾を飲み込んだ時、ルカが一冊の本を開いてこちらに差し出してきた。これでいいんじゃないか。イジュタルの恋の妙薬。これくらいのレベルなら材料も手に入りやすい。失敗も少ないだろう。まあルカがそう言うならそういうことだよね。イシュタルの恋の妙薬、金曜の深夜に作ること、曜日が指定されてるんだね。材料、赤いバラの花びら6枚、月桂樹の葉の粉末、タツの落とし子の黒焼き。これ材料また聞かれんのかな。ね。作り方。1、金曜日の深夜、適量のお湯を沸かし、月桂樹の葉の粉末、タツの落とし子の黒焼き、赤いバラの花びらを6枚入れる。2、シナモンスティックでかき混ぜながら、サチュロス、ボルグ、ギルブと唱える。3、煮詰まったらバニラビーンズ、バラ、シナモン、スティックを取り出し、残った液体を瓶に詰める。なるほどね。まあ、全然なるほどじゃないんですけども、このサチュロス、ボルグ、ギルブっていうの間違ったらどうなるんだろうね。やっぱり失敗なのかな。こんなんね、噛みやすい人とかだったら確実にできないよね。問題は試験会場で唱える呪文が成功するかどうかくらいだな。やっぱりそうなんだ、呪文が難しいのか。サチュロス・ボルグ・ギルブまあね、これはでも練習したらなんとかなりそうだもんね。なんかイネスちゃんとルカは親子みたいだよね。ねえねえ、なんだ。魔術書を読みながら疑問に思っていたことをルカに尋ねてみる。恋の妙薬って本当に効くの？ちゃんと作ればな。ルカは使ったことがあるのかな。どうなんだろうね。へえ、そうなんだ。ちょっとワクワクする。私の浮かれた心を感じ取ったのか、ルカの鋭い視線と目が合った。だからこそ危ない。規制もいろいろある。それも学ぶといい。遊び半分で作っていいものじゃない。試験じゃなきゃお前みたいなひよっこなんかに作らせない類の薬だ。まあそうだよね。惚れ薬とかだったらその人の人生自体も変えちゃうもんね。
はい、選択肢、怒る、納得する、なんですけども、まあでもひよっこではあるよね、イネシちゃんはまだ見習いだからね。うん、なので今回は納得をしようと思います。はい、そうだよね、まだまだ私はひよっこ、初級も受かっていない私はルカから見たら本当にひよっこなんだろう。ロア家の誰よりあのおばあ様より長生きしているルカ、一体何歳なんだろう。そうか、おばあ様より長生きしてるのか。まあでも一応魔族だもんね。そうか、人間よりは年を取ってんのか。ねえ、ルカは何歳なの。僕らの年齢と人の年齢は一緒じゃない。年齢は無意味だ。教えてくれてもいいのに。忘れた。いつの頃からか数えるのもバカバカしくなったからな。そうなんだね。まあでも確かに千年とか生きてたら数えるの忘れちゃうよね。ルカは尻尾で器用にページをめくりながらこちらを見もしない。尻尾、いいな。やっぱりイネシちゃんは触ったりするのかな、ルカの尻尾とか。そしたらめっちゃ羨ましいですよね。そういえば昔はよく握って怒られた。怒られたんだね。その時ばかりはルカも猫みたいに飛び上がっていたのを思い出して思わず笑ってしまう。なんだ気持ち悪い。ただの思い出し笑い。久しぶりのルカとの二人きり、会話はなくてもなんとなく心地よく課題の勉強もはかどった気がした。うん、これは見たけど、まあでもちょっとね時間も空いちゃってるから思い出しがてら見ていきたいと思います。はい、今日も美味しそう。いただきます。早くに亡くなった両親に代わって私の朝ごはんの支度はずっとルカがしてくれている。たまには手伝わないとと思ってみても、食事が趣味と豪語するルカのだけに、毎朝テーブルの上に並ぶ料理はどれもこれも美味しくてついつい甘えてしまっている。うん、ルカは本当にハイスペックだよね。それにしてもすごい量、ルカの細い体のどこに入っていくんだろう。次から次へとルカの口の中に消えていく料理たち、毎日見ててもすごい。食べないのか。もちろん食べるよ。うん、美味しい。それはよかった。わずかに緩むルカの方、その顔は穏やかで満ち足りている。ご飯食べている時のルカは機嫌がいいな。ティグルがいる時もこうだったら。あれ、そういえばティグルは。朝に弱いらしいティグルが寝ぼけまなこでもそもそと朝ごはんを食べている。そんないつもの光景が見当たらない。あれ、ティグルは。さあな、まだ寝てるんじゃないか。起こした方がいいかな。まだ出るまで時間あるけど。好きにしたらいい。放っておいても勝手に来るだろう。うん、この選択肢ですよね。
起こしに行くか放っておくかなんですけども、まあ今回はねルカと積極的に話しに行きたいので、ティグル起こしに行きたいけど、まあ今回はね放っておきたいと思います。はい、ご飯食べてからにしよう。ルカのほかほかの手料理の誘惑には勝てず、私は食べ終わってからティグルを起こしに行くことにした。では皆さん、また明日。初級試験までもう少しです。課題の準備ちゃんと進めるように。うん。わあ、もう試験まであと5日しかないね。あっという間だな。うん、本当にあっという間だよね。あー、やだな、落ちたらどうしよう。ママに小言言われちゃうよ。イネスの家なんておばあちゃん怖そうだよね。うん、落ちたらなんて言われるか。ルカ先生も厳しいもんね。うん、落ちたらなんて言われるか。イネスちゃん的には怒るときはやっぱルカの方が怖いのかな、おばあさまよりも。でもなんかおばあさまの怒り方も結構怖そうだよね。うん、ルカの口から吐き出されるであろう小言の山が想像できて気がめいってくる。ちょっとイネス、まだ落ちていないんだからそんなに落ち込まないでよ。うん、そうだよね。そうそう、ラストスパート頑張ろう。ナナは結局本当にどっちを選んだんだろうね。認定試験の課題は、まあ個人的にはね、生物練成をしててほしい気もするけど、ナナちゃんには。うん、うん、ナナ一緒に見習い卒業しようね。うん、受かったらパーティーだよ。こっそり魔法使って何か楽しいことをしよう。うん、こっそりね、楽しみ。初級試験に受かっても魔法学園を卒業するまで保護者がいないところで使える魔法はとても少ない。だからこっそりお祝いをしよう。楽しい未来予想図をお互いに耳打ちし合いながら、私たちはクスクスと笑った。仲いいよね、ナナちゃんとイネスちゃんは。ルカ、何ですか？イネスのパートナーになってくれたみたいだね。ええ、まあ物好きな猫だよ。私がせっかく新しいのを用意したっていうのにまだここに縛られ続けてる。あれはまだ使える段階じゃない。それにあなたがいろいろと呼吸を使っているようですが、あれっていうのはティグルのことかな？試し使いしているだけだよ。まあお前がここにまだいてくれるなら私も安心だ。あの子はこの旧家ロアの跡取りだからね。立派なソルシエールになってもらわないと困る。昔から変わらないな、本当にソルシエールらしい。なんだい、その権力よく魔を好む人間らしく、この家もいい感じに正気が漂ってる。だからこの家が気に入っているんだ。まあルカもね、多分魔界の人だから正気とかが好きなのかもしれないよね。
僕は縛られてなどいない、ロアケ当主。契約の年月などとうに過ぎ去っている。ただ今一度色を持った世界を楽しんでいるだけだ。なるほど。契約は切れてるのか、ルカは一応。ってことは今おばあ様の使い魔ではないのかな。そもそもルカは誰の使い魔なんだろうね。おばあ様だよね、多分。まったく何を考えているのか昔からわからないが、本当に物好きな猫だよ。学校から帰宅した私はルカの帰宅を待って課題の材料を探すことにした。材料は確かバラの花びらだ。ここは選択肢にならないんだね。またティグルの時と選択肢の出し方が変わってくるのかな。それでどこに行くんだ。どこに行けばいいかな。お花屋さんとかかな。どこに行くかわからないならどう言ってもそこにたどり着けるだろう。ほう、どういう意味かな。なんか運命的な感じで引き寄せられていくのかな、目的の場所に。わからないね。え？にんまりという表現がよく似合うルカの笑顔。まるで三日月みたいにしなる口元。ルカはたまにこんな笑い方をする。物語の中のチェシャ猫みたい。ほら、行くぞ。うん、待って。置いていかれないように私はルカのゆらゆら揺れる尻尾を追いかけた。ほら着いた。本当だ、ルカの後ろをついてきただけなのにいつの間にかバラが咲き乱れる寂れたバラ絵にたどり着いていた。なるほどね、ルカが連れてってくれるってことか。さっきのはバラはできるだけ新鮮なものがいい。月夜に花を咲かせたものが一番いいが、ここの正気はいい感じだ。正気で何色のバラを持っていくんだ。はい、選択肢がここで出ましたね。白いバラか赤いバラ、色まで見てなかったな。どっちだったっけ。わかんないので、普通は赤いバラだよね。なので今回は赤いバラを選択しようと思います。はい、赤。ほら、赤バラだ。これは選択正解したよね。ピローンって言ったもんね。いつの間に摘んだのか赤いバラを差し出される。花びらに触れてみるとまるでベルベットのようにすべすべとしている。これは多分ルカは赤いバラっていう答えは分かってたよね。だから多分事前に積んでたんだろうね。ありがとう。赤いバラの花を手に入れた。試験まであと4日。学校から帰宅した私はルカの帰宅を待って課題の材料を準備することにした。今日は何を準備するんだ。必要な材料は何だったっけ。はい、選択肢、タツノオトシゴの黒焼き、
あれ蜂蜜なんですけども、まあこれはタツのお年子の黒焼きだよね。うん、黒焼き、珍しくちゃんと覚えてたんだな。珍しくってひどい。ほらさっさと買いに行くぞ。うん。やっぱりこういう材料が売ってるお店っていうのがちゃんとあるんだね。まあ確かにさすがに女の子一人で海に行ってタツのお年子を捕まえるっていうのはまあなかなか難しいよね。そんな野生的なことはしないか。うん。こんにちは。タツのお年子の黒焼きってありますか？ああ、あるよ。それにしても、お嬢さんみたいな女の子が何に使うんだい？恋の妙薬を作るんです。うん。この彼っていうのはルカのことだよね。ルカに薬を飲ませるのは難しそうだよね。飲まそうとする前に気づいて絶対逃げちゃうだろうし。うん。え？彼と一緒に来ただろ？違いますよ。試験の問題なんです。あら、なんだい。試験でそんなのが出る時代になったんだね。おばさんの頃はどんな課題だったんですか？なんだったかね。確か、自白剤だったかね。自白剤もなかなか怖いけどね。自白剤。今思うと物騒な薬が課題で出たもんだよね。はい、黒焼き、お待たせ。ありがとうございます。うん、タツのお年子の黒焼きを手に入れた。もうあと4日だ。いつも通りに学校から帰ってきて少し勉強して夜ご飯を食べて、もう1日が終わってしまいそうだ。大丈夫かな？うまくいくかな。急にドキドキしてきちゃった。うん。扉の隙間から光が。不安な気持ちを抑えながらルカの部屋の前を通った時、ふと扉の隙間から光が漏れているのに気がつく。そしてあたりにかすかに漂う甘い香り。ルカ、何やってるの？いいですか。別に何も。入ってくれば。うわあ。扉の隙間から溢れてくるほどにキラキラと部屋中を照らしていたのは、空に浮かぶ色とりどりの星たち。うん、やっぱりイラストがすごく綺麗だよね。毎回ね思うんだけど、本当に綺麗だよね。このルカが口にくわえてるのは星ってことかな。これ食べてんのかな、どっちなんだろうね。うん。ルカが手に持った薬を地面に垂らすと、そこには星の川が生まれ、魚のように星たちが飛び跳ねている。うわ、星が飛び跳ねてるよ。綺麗。飛び跳ねた星たちはルカが手に持ったガラス瓶の中に勝手に吸い込まれていく。
これもルカの魔法ってことかな。やっぱりすごいよね、こういう魔法も使えるんだね。そして瓶の中に入り損なった星たちをルカは時たま口でキャッチするとカリカリと食べている。やっぱりこれ食べてんのか。なるほどね。うん、星って食べられるんだね。え、食べられるの？ああ、適当に捕まえてみろ。うん。甘いのか。やっぱりルカが甘党だからかな。そっと手に取った星を口の中に放り込む。ほろほろと口の中で溶けていく星は優しく甘酸っぱい味がした。これは星くずキャンディーだ。星が生まれた瞬間に収穫しないと硬くなって食べられない。なるほどね。めったに出回らないし、売られているのは少し古くなってて味も落ちる。作った方が早いんじゃないかと思ってレシピを試行錯誤していたんだが、うまくできたな。ルカが満足げに尻尾を大きく揺らす。おいしい、いくらでも食べられちゃうよ。ルカはこんなこともできるんだね、すごいな。うーん、まあ確かにすごいよね。空の星を飴にしてるってことだもんね。うん。私にこんなことできるようになるのかな。あまりにすごい魔法を目の当たりにして自分の未熟さを強く感じる。まあ多分こういう焦りとかも全部ルカには伝わってるんだろうね。でも本当に綺麗。瓶の中でキラキラと光る、まるで宝石みたいな星たちに目を輝かせていると、ルカが珍しく柔らかく笑った。当たり前だろ。気に入ったなら分けてやる。本当？ありがとう。ただし、うん。試験に受かったらな。ルカの意地悪。なんだお前、僕が手伝ってるのに落ちるつもりなのか。そうじゃないけど。なら4日後にはお前のものだろう。頑張れよ、努力してきただろ。なるほどね、励ましてくれてんのか。やっぱりイネスちゃんが焦ってたの気づいてたのかな。うん。ルカの素直な応援の言葉にドキッとする。弱気になってたの気づかれちゃったのかな。まあ多分気づいてるよね。ルカは昔から私の気持ちを察知するのが早かった。何も言ってなくてもなぜかルカにはバレバレだった。ほらもう一個やるよ。ありがとう。ルカが口元へ差し出してくれた星くずをかじる。このキャンディーは一つ一つ味が違うんだ。それはどんな味だった？甘い。キラキラときらめく星くずキャンディーはさっき食べたものよりもずっとずっと甘く感じた。はい、ということでね、
なんかルカみたいな人欲しいですね。一家に一台。はい、じゃあまあね、今回はここまでにしておきたいと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけどね。まあ次回はね、ここからやっていきたいと思います。はい、じゃあ、ロア家の猫使い、実況パート6、終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。